量得点弱球団ドジャース悪の親玉がベンチで発見される。5回裏に5得点したドジャース、突然ベンチの大谷がカメラに抜かれる。いえ、弱球団に染まっちまった。これ偽物だろ、人造人間説が現実味を帯びてきた。ロボットじゃないのこれ。デコピン、怖いよ。デコちゃんが懐かない理由。これ本当に大谷？城之内じゃなくて？完全に一致。なんでしゃくれてるんだよ。大谷39号は若干しゃくれてる失敗作らしい。大谷は政府が作った人造人間だからな、39号はちょっと悪成分多く入れすぎたみたい。大谷40号の制作を急がないと、こんな邪悪な大谷見たくないよ。